いやー、ナッパさん、最近あのナッパさんテレビで見ないんですけども。何を言ってやがる。出てないですよね。確かにドラゴンボール界、ドラゴンボールスーパーと出てなかったか。まだまだ人気あるに決まってるだろ。人気あるんすか。おう、いや例えばあのナッパ様のグッズとか発売されてるんですかね。当然だろ、そのじゃあ履いてみましょう、ちょっと。おお、望むところだ。ナッパグッズを必ず見つけてやるぜ。ないと思うけどな。ガチャガチャとかないのか。ガチャガチャ、ナッパだけのガチャガチャとか多分ないと思うよ。これはちょっと少女系だな。かけ離れてるな。これは吉本新喜劇。これは違う。新喜劇があるんだったらナッパもあるだろ。なんでそうなんねん。お掃除おじさんでないんか。お掃除おじさんでお前映ってんの。NGK の掃除してだけだってバカ野郎は。あ、ドラゴンボールあるじゃないか。おーおーおお。ナッパは、スーパーサイジン4ゴジータ。こんなマニアックなキャラがあるんだったらあるだろ。うん、でもまあ、フリーザーマッサージしとけ。まああるな。サイヤ人、サイヤ人ばっかりだろ。俺いねえじゃねえか。きしょー。おっ、これもドラゴンボールやっぱ人気あるな。あるね、ドラゴンボール。これもあるじゃねえか。おっ、これサイヤ人3孫悟空、うん、スーパーサイヤ人3ゴテグス。おっ、おっ、アルティメット。ああ、これも サイヤ人ベジータ。おっ、近づいてきた。ゴールデンフリーザー。なんでないんだよ。もう忘れられとんねん、ナッパとか。いやいや、そんなわけねえだろ。手に聞いてみるぞ。おい、すいません。すいません。俺のこと知ってるか。ごめんなさい。ちょっと、アニメグッズ屋さんの店員さんですよね。ベジータのモノマネしてある人知ってますけど。あ、ある藤本、はい、あれ面白いですよね。あれ面白い。おい、そこまで知ってたら知ってるだろう。そこまで。あ、すいません、ちょっと知らない。あっちは売れてしまったんですよ。売れてしまって。売れてない方。売れてない方。すいません、売れてる方連れてきた方が良かったですか。そうっす、ね、ごめんなさい、なんか。おい。何を探しですか。何を探し。俺様のナッパのグッズがないか探し。そう、ナッパのグッズがあれば、これじゃないですか。これドラえもんだよ。いや、シルエットだけやこれ。おお。ええあるじゃねえか。見ろ見ろ。お前、T さんなんか後ろにはホコリかぶってんのがなんかありますけど。ありましたね。これなんすかこれ。僕も忘れてました。忘れてたってなんだ。あ、おお、よかった。実はあるじゃねえか。よかった。ていうか、うん、ナッパ売れ残りすぎやろこれ。いやいや、何個あるんやこれ。ナッパ、ナッパ結構あるな。いっぱいありますね。買えよみんな、買え。ここで、この店で売ってるから。え、やっぱナッパあんまり最近出ないですか。ラディッツばっかりで。ラディッツ人気あるんだよ、あいつ。そうなんや。戦闘力はナッパの方が上やんね。当たり前だろ。あ、1200しかないんだよ、戦闘力。ナッパ様は何歩でしたっけ。4000だよ。1個ぐらい買っていくわ。せっかくなんで1個買います。よし、うん、よし、これか、これ買って帰る。とりあえず金貸してくれ。金持ってんのか。